このじゃあ三角の車に来たりとして、どん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 こうこちらに行くにつれて、あのいわゆる本城です。そこ行ったらお城としては降参になっちゃうところですけども、なるほど、確かにここからは城来たなみたいな感じになりますね。なるほど、こういう堀はあの自然のものでなくて、ここはちゃんと掘って作ってるんですよね。やっぱあの真田幸村にあやかって六毛線が六毛線がここが、もう一つ、ここはから先に行くとどん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 、本城にお城と親方の方に行っちゃうんで、これ以上攻められちゃうと城としてやばいよっていう、そうするとね、多分町に予算があればなんかこうもうちょっと城っぽくできるんでしょうけど予算の都合上の問題もあると思うんで。ただでもこういう車の後のこの全部分かってるっていうのは結構珍しいですね。どれぐらいの兵力なんですかね。でもね、でもあの今の真田丸では取られたけどすぐ取り返せるのにとかって言ってた城なんで、防御力はちょっと弱いのかなとちょっと想像しているんですけども、ここが、この先がいわゆる、一番メインのところですね。こういう風になっているのは攻めるに少し時間がかかるようにということです。あ、でも、ね、名古屋海は結構見やすくていいですね。あの岩櫃は登らなきゃいけないんで結構大変なんですけど、でもね、結構土木技術のすごいですよね。でもね、じゃあ城の本丸へ行きたいと思います。